アイルランド4地域の旗。左上から時計回りにマンスター、コノート、レンスター、アルスターの旗である。順番に決まりはない。アイルランド4地域の旗は、アイルランドの伝統的な地域の4つをそれぞれ、アイルランドの気象として4等分して示したもの。4地域の旗と、その派生は、様々な、エールと、北、アイルランドを合わせた、アイルランド当然域の、 スポーツチーム、文化的組織によって使用される。順番は様々である。レンスターの旗、東部のレンスターの旗、緑地の白銀の弦の黄金のハープは、ティンクチャーを変えたものが、アイルランドの国章になったと信じられている。マンスターの旗同様に南部のマンスターの旗は、ダークブルーの地の三つの黄金の王冠との、紋章説明を持ち、レンスターのハープの紋章が現れる前は、 アイルランド全体を象徴する気象であった。これは、かつてのアイルランド教あるいは1386年にロバート・デベレが短期間保持していた、尺位、アイルランド公爵に由来すると考えられている。王冠は今は普通、昔のものあるいは東方のものとして描かれる。また他の説には3つの王冠は、マンスターを支配して白尺位を授かった3つの領主、 北マンスターのトーモンド、南マンスターのデズモンド、東マンスターのオルモンドの三夜を表しているというものである。アルスターの旗北部のアルスターの旗は黄金地に赤の十字はアルスター白のバーク家の紋章であり、アルスターの赤い手はオニール家の印象であり、両者で構成されている。これら二つの王朝と象徴はアルスターと不可分である。これらの組み合わせは ギュールズの十字に、大味に、アージェントにインエスカッシャンされたところにギュールズの直立した手首より、上の右手と説明される。この音の旗西部のこの音の旗は、以下のような紋章説明である。薄いアージェントとアジュールにに等分され、前者には、セーブルの和紙の半身、後者には、半分の曲げられた鎧を着用した腕にその手はすべて、剣が掲げられている。 これらはすべてアージェントであるこれらは中世にアイルランドでの布教に努めたドイツのレーゲンスブルクのショッテンクレスターの紋章と結びつけられてきた。レーゲンスブルクのショッテンクレスターは少なくとも14世紀の遡り、神聖ローマ帝国皇帝の紋章に含まれていた。この2分された紋章はオブライエン王朝の紋章のクレストと関係があると考えられている。紋章は この音を乗るアリーはコンホバルに与えられた。彼は、ノルマン人侵攻前の最後のアイルランド女王であり、修道院から支援の返礼として、紋章を贈呈された。紋章は16世紀末にアスローン紋章官補のエドワード・フレッチナーによって、古い形式の紋章としてみなされ、17世紀に、ティンクチャーを少し変えた紋章に変更された。イングランド V アイルランド2013 RLWC この旗と様々な派生は現在は多くのアイルランドの組織で使用されている。特にアイルランド当然域という状況で使用される。例えばラグビーアイルランド代表、ホッケーアイルランド代表、アイルランドボクシング協会などである。ありがとうございます。